ソユーズ TM-19 は宇宙ステーションミールへの往来を目的とした19回目の有人ミッションである。コールサインはアガート。機長のマレンチェンことフライトエンジニアのムサバイエフは共に初飛行である。両名はベテラン宇宙飛行士のゲンガジーストレカロフと共に宇宙へ向かい。 彼は数日間のミール滞在の後、ソユーズ TM-18 で帰還する予定だった。しかし、乗組員の物資を運ぶ予定だった2機のプログレス、補給船のうちの1機の運航が取りやめられたため、ストレカロフは登場できなくなった。このような事情で珍しい新人同士での飛行となった。7月3日に無事にドッキングが行われた。11月3日には、 クルス自動接近システムの作動実験を行った。ムサバイエフ、マレンチェンコ、メルボルトの3名がソユーズ TM-19 に乗り込み、ミールから190メートル離れたところからサイドッキングした。翌日の地球への帰還も事故なく成功した。二人の宇宙飛行士はソユーズ TM-18 で到着していたワレリー、ポリアコフと共に、 ミールの16代目の住人となった。このミッションの最中には、ステーションに多くの技術的な問題が発生した。ありがとうございます。